今回はチェンソーマンコベニちゃんは欠点だらけなのになんで人気があるの？に対する読者の反応集を紹介します。女らしさなし、貧乏、いつも鼻水垂らしてる、なぜかいつも汗かいてる、車なし、コベニの魅力がわからない、なんで好きなの？それのどこに欠点があるの？全部俺がコベニ好きな理由なんだが。包容力の悪魔いるやん。不安症なところが共感できる、それと結構動けるし。実際デビルハンターなんだから、それくらいできて当然なんだよな。しかもマキマの彼氏を奪おうとしたし、コベニはいい人間ではない、罰を受けるべき。でも匂いを想像してみてくれ。バカな女の子はバカすぎない限り可愛い。ポチタはデンジのためにコベニを選んだから、デンジ杯を勝利したのはコベニだ、マキマは負けた。コベニのかわいそうな部分は応援したくなる、S ならもっと苦しむ姿を見たくなる。コベニがパート2でも生き残る？コベニがたひんだら暴動を起こす。実は S 級デビルハンター。結局コベニの悪魔は何なの？まだわかってない。秘密にされてる。だから、秘密の悪魔や。コベニはかわいい、コベニは面白い、コベニが好き。それがチェンソーマンだからコベニの足しを待ってたけど足しななかった。これ以上好きになりたくないから足しんでほしいと思ってたけどパート1生き残った。今二つの選択肢がある。パート2で無残に足しんで俺たちを解放するか、弱いけど生き残るギャグキャラになるのか。気弱だけど結構クズいというかずぶといところが好き。だから泣いてるシーンでも笑える。コベニみたいなやついるよな、って思う。スコ。コベニちゃんは悪い人じゃないんだけど発言がアレな時があるよね。そういうところも可愛い。一番、リアルな人間味はあるよね。可愛いし笑えるんだけど、そういう性格になったのは確実に毒親の影響だと思い出すとなんか、ってなる。コベニが出てくるたびそれを繰り返してる。永遠の悪魔戦でアキくん刺した時の発言クズすぎて好き。わた足のせいじゃない、あなたのせいだから、あなたがおとなしく殺されないから。ここと永遠にデンジがパックンチョされた時のやった、ってセリフもクズすぎて好き。俺たちの世界の基準ならカスでクズではあれど、あの世界の中では立派な真人間に位置するし、なんだかんだ痛い目も合うし愛情があるよね。車なしはしゃあないやろ。本人が事故を起こしてしまったからな、残念じゃ。欠点だらけだからだろうな。欠点が多いってことは、それだけ目につく魅力が多いってことだからな。女らしさなし、俺が女にするから問題ない。貧乏、俺が全部金出すから問題ない。車なし、俺が車持ってるから問題ない。なぜかいつも汗かいてる、舐めるから問題ない。いつも鼻水垂らしてる、無理。汗舐めるなら鼻水も舐めろよ。鼻水も舐めろやおら。ダメ男と共依存になりそうな思考しやがって。びっくりした、なんであいつ急にコベニのいいとこ全部言ったんだ？世界に広げよう、コベニちゃんのは。欠点だらけってのはどこぞの血の悪魔みたいなやつのことを言うんだよ。人間としての欠点はキャラとしては魅力になりうるんだよな。可愛いは正義。一見弱きそうで、実はやべえってキャラ好きなんだよ。個人的ジャンプで泣かせたい女ランキングナンバーワン、俺、吉田博文の気持ちわかった。なんで好きなの？とかなんで人気あるの？みたいなやつで挙げられる欠点、大体好きな人はそこが好き説。漫画に限った話じゃないけど創作全般でメンタルが弱くて集大さらすキャラって人気出やすいよね。主人公にはできないキャラだし。チェンソーマンはかわいそうな女の子がマジでかわいい。コベニちゃんはもちろんだけど、闇の悪魔がトラウマになって怯えてる時のパワーちゃんとかもすごく良かった。永遠マンションでデンジ殺そうとしたこと微塵も申し訳なく思ってなさそうで草。なんなら自分を永遠の悪魔は、デンジ目的だったんだから巻き込まれた形だから謝ってほしいんだけどな。って内心思ってるまである。たひなない程度にひどい目に遭ってほしい子。コベニは大げさにリアクションすることで、生き残れるってことをわかってるんだよな。共感できるクズさが魅力なんだよ。というか癒しスポット。あれだけ主要キャラ多品だのに生き残ったのはすごいと思うけど、あんまり2部で活躍しなさそうな気がするけど。怖がってるのに主人公を殺そうとするところと、開き直らずに後悔してるところ。辞めるとか言って辞めなくて、車を破壊されて結局辞めたのに。バイト先まで来られてチェンソーとマキマの世界大戦になぜか挟まれて監禁されて、むしろ安心したとか思ってるところ全部面白い。いじめたくなる可愛さが魅力的。人気投票いろんな人に入れようって思ってたのに、結局3日目くらいからコベニちゃんにしか入れなくなってしまった。あざとさの塊じゃん。別に好きではないけど見てる分には面白いし。もし現実にいたら絶対関わりたくないけど。対人戦は強いしとっさの判断もできるよ。
同僚の体を弾よけにしたところとか無駄にかっこいい。結局なぜかなり高い戦闘力があるのか、悪魔が何なのかまるで明らかになってないし、2部でも出番多そうだな。